ルイトム・ムリンソンは、イングランド・ドンカスター出身の歌手、サッカー選手。ポジションは DF。イギリスのボーイズグループ、ワンダイレクションのメンバー。身長172センチメートル。瞳の色はブルー。イングランド、サウス・ヨークシャードンカスターで、ジョハンナ・ポール・ストンとトロイ・ヨースティンの間に生まれた。両親はルイが生まれて、すぐに離婚したため、現在は、 岐阜のマーク・トム・リンソンの名字を使用している。父親違いの妹5人と弟1人、また母親違いの妹1人がいる。また、祖,祖父母からわずかにベルギーの血を引く。2011年秋から交際していたマンチェスター大学出身のエレノ・ア・カルダーとは憧れのカップルとして世間から注目を集め、婚約間近かとも言われていたが、 ルイの多忙を理由に2015年春に破局した。ブリアナ・ジャングワースとの間に子供を授かり2016年にはパパになった。1年ほど人気海外、ドラマ、オリジナルズのダビナ役である、女優のダニエル・ギャンベルと交際していたが破局した。今は、エレノア・アカルダーと復縁し、交際している。1D の中では、最年長のルイだが、落ち着きがなく、いたずらが大好き。 メンバーも認める素晴らしいユーモアの持ち主で常に周囲を笑顔にしている。本人は昔から人を笑わせるのが好きだったとコメント。2017年3月3日にアメリカのロサンゼルス国際空港でパパラッチに暴行を加えた容疑で逮捕された。その時ともにいた彼女であるエレノア・アカルダーをパパラッチが必要に追いかけたことでルイが止めようとし、 カメラマンを倒して、軽傷を負わせてしまった。その後警察に連行され、保釈金2万ドルを支払い、翌朝に保釈された。3月29日に出廷を求められた。結果、不起訴となった。ありがとうございます。